あ、お、いいよ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 。あ、シュートじゃない。あ、ちょっと。ちょっと待ってね。一回音を止めよう。いやー、びっくりした。くさ。使いにき。君の気持ちは知りたい。わ。え、ほっぺ高い。1988。ねえ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 。ねえねえねえ、ちょっと待ってちょっと待って、おい勝手に進めないで。なんて名前だっけこれ。サブ画面でさ、なんだっけ、行きましょう。前回ね、ジョークのモチーフに、あの今回はタイガでしょ。タイガでやろうよ。やっぱタイガの恋愛をさ、やっていこう。タイガでいこう。オッケー。でもさ、タイガがイエスかノーかいろいろやってって、で、それでうわ、タイガってこっち行くんだな、女性のタイプとか、そういう風にやってね。うん、ちょっと待って、何回徹夜なってる。はい、じゃあ徹夜やっていきましょうかね。今回はあ、ジョー君さ、右上ジョー君っぽくない？これジョー君っぽくない？被ってるけど、まあいいか。右下いいよ、ジョー君っぽい。もうジョー君突っ込むことさしながら諦めましたね。マジでこれでいいよ、これでいいよ。語尾は語尾ね、はい、やっぱさ、勢い大事だから、うん、何？あ、何？あ、何？あ、いいよ、コロスケですね、うん、これする何？いい、あとこれでいいよってね、これだとかじゃなくて、イエスとかじゃなくて、ガチェ、はい、名前忘れちゃった、あ、これで、これ大事なんですよね、はい、あのスタート時点で仲良い女の子、うんうん、あゆみ、だからさ、これあゆみちゃんをさ、うん、ゲッターしに行く、ゲッターしに行くと、あのベースポイント高いのかな、そうですね、あ、もうアムラーです、アムラーですね。はい、自分どのタイプがいいですか、どうですか、ちょっと待って、これ全部俺聞くスタイルやね。あゆみさん、ありがとうございます、毎週月曜夜に応援ポストしてます、応援できませんが、あやさん、始まってる、始まってしまいました、始まってしまいました、1日目、これ2週間でしたっけ、そう、2週間ですよね、1週間でゲッターできるか、結構1日長いんだよね、そうなんですよ、1日がね、あの朝、昼、晩みたいなあったよね、なんか話題取るカードってもらってるよ、お、ひどいやつじゃない。どこ行く、とりあえずなんかさ、ジョー君行きたいとこ行く。どこ行く、百貨店で物買う、美味しいよ、美味しい。そうそう、これね、朝昼晩あるから、うん、したらかける14で42ターンあるんか、はいはい、あゆみちゃんと今ちょっとすれ違っちゃったかな、皆さんぜひ あそこ行け、ここ行けみたいに言ってください、うんうん、どこ行く、ファッション、ファッション、おもう早い、ジョー君、今回早い、おしゃれな髪型してるし、うん、それそれ、これ左、うん、買う、うん、8000するよ、正直1万5000で、いや、いいんじゃない、買っちゃうよ、あ、そうなんだ、結果的に取ったっていうことがあるかもしれない、あ、グラウンドじゃん、あゆみちゃん、あ、これかな、黒髪で、ライバルや、デート誘うじゃん、そう、こうやってデート誘えるんですよ、あー、うわー、でもやっぱりさ、うん、今日中にゲッター先生買うけどさ、うん、あゆみちゃん一本にしてくれた、 OKOKOK、 ライバルがいようとね、うん、そうそう、これ使って、ほら、こうやって出てくるんだよ、あれ、こんな人いた、いた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 、前回いたね、あ、でもちょっと、あ、ツンデレだ、あ、ちょっとわざとぶつかったぐらいの感じだった、何ちゃんなんだっけな、まことちゃんかな、さっきの、うん、よく覚えてるね、うん、あ、ピッチだ、ピッチス、あ、まことちゃんだ、あ、違う、こっち見て、私電話番号間違えたみたい、ファッションに行くって顔にしたいと思って、わざとやろう、うん、まことちゃんとね、さっきのまことちゃんです、すぐ喜ぶよ、徹夜は簡単でちょろいもんな、俺どっちかどっちか分からんくなる、あ、開始しましょう、どうしようか、どこ行ったらいいんだろう、百貨店で貼る貼るって言ったのまで学校、高校前とか行くの、高校前、さっきグラウンドに行ったよ、あ、そっか、高校前行ってみる、うん、ね、だからこれでどこに行くか分かるからさ、金髪のね、あゆみちゃんはどこだっけ、これたまたまハマったら熱いよ、あゆみちゃんどこにいる、あ、いた、あ、え、違うじゃん、あゆみちゃんサンフィールどこ行った、ゲームセンターだ、また海外、お、家族だ、あ、てか俺らもこれをやらないかも、何を、今お金持ってたらバイトしなきゃいけないの、バイトもできるんだ、あ、あ、
あやさん、ゲームの流れなど前回の配信を思い出してきたぞ。クーリキダウンフォースさん、あ、クーリキさんや、クーリキさんだ、ねえ、こんばんは。本当の愛を見せれると聞いてそうです、はい、はい、あのジョーここで見られます。本当の愛をゲルパーラブに詰まってます、本当の愛を。これ皆さんにとってのシミュレーションですから、うん、こうやってゲッターしていくんだよっていう。これだから途中途中でゲーム、イベントが発生するんですよ、うん、それも楽しみなんですよね。前あったよね、なんかチーマーを倒せみたいな。チーマーを倒せって、チーマーっていいね。はい、はい、誰か来るかな。あ、出た、メイパちゃん。あ、前回ちょっとうまく、どうする、無視、ちょっとあの無視、無視なんてねえよ、コマンド何もしない、あ、あった。あ、でも無視できますね。いいね、いいね、すごいよ、うわー、一貫してる、ね、でも、そこで出会う可能性あるんじゃない、フラフラしてる、あ、ないのか。本当に何もしないだけで。まことちゃんが、まことちゃんとジョブ、哲也、あ、ビッチ、あ、出た、アルフォース、メインパターンだったんだけど、次の時間は中華ハワコーディこういうヒントちょいちょいまたピッチになってる。確かに、あゆみちゃんのアイシャドウが多い時代だよね。ほらほら、ね、まことちゃん来たよ。大体見るけど、あさってのフィリーズさ、C&ブックに行く。うわ、どうすんのよ、哲也。これさ、シフトチェンジするのもありだよねまあ言うたら、うん、でもそれがゲームの策略なんですよ。なるほど。どん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 違うキャラクターを当てて、あ、そっちに着替えたらまた行ってみたいなんで、結局成就しない。もしかしたら、うんうん、一番最初に言われた子が一番難しいんじゃない。あー、なるほどね。でもやっぱラブストーリーってそうじゃん。いやいや、ちっちゃくてよかったな。デカ画面やっぱとんでもない。でもこれやっぱ思ったより深いゲームで、やっぱそういう誘惑に打ち勝ってこそ真実の愛があるんじゃないかなっていう。だからこう言ってる間に全部中途半端になっちゃう、うん、そう。でもあゆみちゃんだったらあゆみちゃんに一択で行こう、行こう、うわ、ほら、これでだからさ、下がるんだよ、サラメーター。ほら、でもそれでもあゆみちゃんと成就したいんでしょ。そんなに好きなの？え、どこが好きなの、そのね、どこが好きなの？そうですね、見た目見た目一個言いたいんだけど、あの哲也にハエが飛んでんだけど、あれはね、マジ哲也ちょっと不衛生に出てくれてるんじゃないなんで哲也の場合ハエ飛んでんの、容姿が悪いんで食べる。いつそんなイベント発生したい。考えきってみましょう。これ結構8割、これまだ1日目の夜だよ。うん、でもここからじっくり行かないと、まだ何も進んでない。開けた、あの、ボン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 、さっきバイトしてたから稼いでたね。ほら、え、お、あ、取られた、大輔に。あ、タイガ、俺じゃない。わ、すごいハート。え彼氏のフリするってもう始まるじゃん、ラブが。うわ、デートに誘いやがった、早い。うーわー、しかもこの後に時間ですよ。この後に我々が突撃するんですよ。もちろん、お昼に図書館行けばいいんだよ。突っ込む、当たり前だよ、会いに行くんだよ。そうそう、会いに行く。遅いよ、何じゃないよ、くんの遅いよ。もうめっちゃ早飛ぶよ。カオルさんに聞こう。聞くよ、うん、図書館、やっぱ図書館ね、やっぱ図書館行こう、次行ったらいいんだよね、デートに。アルフォンソニュース、やっと1日目終わりました。あ、今なんか行った、歩みはかけリキープリって言った。あ、お、あ、歩み全員に気があるじゃん。でも左上はさ、ジョー君の赤でしょ、だから左下の黄色がちょっと大きいよね。大きいね、多分大好きだよね、うん、うわー、よりによって一番のモテ子さんとね、できないんだよできないんだよ、申し訳ありませんしかも先に、あっ、来い、とても涼しくて気持ちいいなりやってんだよあ、大輔、おっ、八幡さんだ、大輔と来た、行ってみようか、うん、直接対決や。そうだね、おっす、大輔なんか寿司屋の息子感漂う誰が一番彼女できるのかな、めっちゃいいやつっぽいじゃん。うわ、めっちゃいいやつや、ひどいことすんなよ、哲也するんだけどね、なんとなくそう思ったんだ。でもなんか裏がありそうじゃない、どうしようかな。あ、なんか交換交換しかない、どうしてこのコマンド、あ、あ、よっしゃ、哲也、哲也、哲也、やってやんよ、やってやんよ
え、なんだなんだなんだなかわいそう、大輔ただかわいそう、あんなに優しい、わかんない、これ俺やっていい、早押しでクイズに答えるよ。3問正解で優勝で、1問間違えると1回休み、2問間違えると失格だよ。それじゃあチーム発表するよ。普通にクイズだ。哲也とチカシ、チカシとチームだよ。気分けの場合はチャレンジャーの負けになるよ。2問間違えると失格だよ、気をつけて。普通のクイズなのかな。お、スタート。クイズ1。私の名前は私ですが、じゃあ分かる、知るかなにこれ、は正解してる、ちょっととにかく押すしかない、あ、来た、メイファの名前はメイファだが、漢字はどれ、あ、これ、哲也だ、どれ、真ん中、あ、分からん、もうなに、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 急に、急に算数かよ、あ、しかも間違ったんじゃん、あ、いいよ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 、6個やろ、あ、これ早押しなの、早押しなの、早押しやってる、いやいやいや、押せなかったんだよ、私の好きなプレゼント、とりあえず早押しようか、うわ、早っ、はい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 、もう押せるんじゃない、メモと一番仲良し、誰、うわ、むずい、むずい、むずい、わからんってそっか、これゆっくり喋ってるから早押しなんだ、そう、負けたわ、しかも、あー、最悪だ、タイガー勝ったのは大輔、ごめん、哲也、マジでごめん、哲也、マジでごめん、勝った大輔のわけないやんねえ、じゃあ言えよ言えよ、じゃあ何をすんでない、哲也でも哲也は星2個あるでただただ、なんだろう、体力があるのかな、あ、あ、哲也何したもの同士、あ、バトル生き別れた兄弟がバトルしてきたいいよ、もういいよ、いやパラメーターゲントさ、あ、そうかそうかそうか、ライバルを見つけて2度打って、2度打ってポン、ライバル見つけて A でビーム、ZR で平行移動、 ZR? こうやってってビームなんだね、お、お、面白そう、ゴールデンエイ、ゴールデンエイじゃん、いろんなゲームの要素があるって、しかも味方いる、まっすぐ行けるんじゃない、トリガーは黄色味方や、何やってんの左上、左上、ね、左上、左上、左上、いた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 、後ろいるよ、あ、上、そうそうそう、立ち合わせる、立ち合わせる、あ、来た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 、腕腕腕腕、結構難しい、いけ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 、あー、あ、味方も俺味方撃って撃たれたの後ろ後ろ後ろいる後ろ、あもういや無理って下手すぎ、味方しか撃ってないからね今、ごめん、どっち勝った、ごめんごめん、ね、いつもさ負けがあるから放棄するのやめてよ、勝った、あ、負けない、なんか負けないって言ってるじゃん、サンダル取られた最悪だ、もう最悪だよ、1988、違うこと成就させようとしてやらせてくれよ、でも気になった人できた、あっあっ来たよ、はい、来たよ、いけ、あ、哲也くん、私ね、ここのこのピン超好きなんだよね、まだ日だね、あ、そうそう、あのね、私いつも思ったんだけど、はい、キヨちゃんって超かっこいい、ね、女の子ね、すごい綺麗に染めてるし、色も白くて、でもあんまり喋ってくれないから色綺麗に染めてるな、バカか、哲也はいや、何をニコニコしてんだよ、アプローチしなさいよまだデートでお誘いできると思う、この後、なるほど、あゆみ黄色好きという話題ボールを手に入れた、弱いなアイテムが、お、お、行く、あ、いや、告白しよう、あ、プレゼントで、サンダル持ってたの、さっき取られたのまだ一回デートにデート誘う開けてみる、うん、昼から夕方とかね、いや、夜からでいいんだよ、夜から高いよ、バイオン大丈夫、バイトしようじゃあ、明日の夜、うん、やっちゃおう、いい、いいよ、うん、おえ、夜のカラオケってちょっとドキドキするじゃない、で、最後の夜歌うんでしょ最後の雨じゃない、最後の雨か、さあ、来ました、もう45分やぞ、どうする、いや、だからカラオケで一気に使うんで、で、一回さ、カラオケで告白してみよう、なるほど、うわ、やばいじゃん、大輔への歩みの気持ち、やばいね、うわ
あれ、ババ、ニュース速報。次の時間、グラウンドで女の子と素敵なハプニングの予感。なに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 、絶対行こう。違う。あ、来た来たよ。てつや帽子かぶってんだ、普段。グラウンドに着いたなり。みんな部活で練習頑張ってんなり。あ、あやちゃんがいるなり。来たよ、急接近だよ。告白しよう。ないよ、コマンド。あ、ないんだ。話しかけるよ。話しかけよう。今ね、部活何部？キャミで。キャミ部じゃない。サッカー部マネージャー、モテポジションじゃない。もうちょっと近づいてみようか。あれあれ今、アメフラなかった。私、気のせいかな。やっぱりついた。あ、お、いいよ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 。あ、一緒にやるし、入るんじゃない。あ、入る。あ、ちょっと。ちょっと。なにちょっと待ってね、一回音を止めよう。いやびっくりした。いやいや、ね、九州朝日放送のはい、下でやっております。まあそうそう、まあ公認というかね、チャンネル参加でやってますから。危うくバンされるところ。いやいや、危ない危ない。今じっと見てましたね、徹夜。見てたよね、絶対。あ、昨日、あ、ちょっと天然で助かりました。あれ、いつの間にか雨止んでるよ。夕立ちだ。お、めっちゃ、でもすごいじゃん。なぜかラブラブポイントはアップしてる。サッカーに興味ある？ちょっと部活を見学に来なよ。お、サッカー部入りか？どうする？告白しよう。いや、怖いよ。時間的な部分。でもデートの約束の時はいくらでも告白チャンスは増える。確かに。デートそう。でもやっぱ、あ、てかさ、昼さ、埋めて、次もデートで、そうじゃ、夜カラオケっていう二段階で。あ、ガンガン行けばいいんか。ね、俺は昼もカラオケ行ったら。夕方ね、うん、そうだね。今日、おおおやっぱり公式2連発。もうさ、それさ、5時間くらいよくない。見てんだよ。なんで OK したの、あんちゃん。変だよ、気づきな。やばいやつだって。うん、これでこの日にもう決める、うん、決める。決める。夜からで、夜から終わった後に決めよう。変な。これもうカラオケ、夜のカラオケまでかもよ、時間的に。いや、そうやろ。もう9時だもん。あ、大輔、大輔。あ、もう、いや、もうクイズいいって。しかもこれ俺らに巻き込まれる。巻き込まれる。まあまあ、大輔に勝つのはいいわ。マイクを取ったら A 連打で歌いまくろう。連打ね、これハイパーオリンピック方法者になります。大輔とチームや。まあ、マイクを取ったらね。マイク取って。はい、だどこ。ねえ、何やってんの。マイク取ってよ。あ、取った、取られた。何これ、何これ、見てるゲーム。どこ見てるの。あ、しかも下に曲名出てる。君と痛いから。いけ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 。早い。取って取って、早く早く。あいつが残ってる。あー、1位になる。やっちゃうかも。いけいけ。何やってんの。助けよ。いや、逃げ逃げ。くさっ、くさ、使いにき、64使いにきよ。あ、もうダメだ、逃げたい、逃げたいよ。実況くらい経ってんの。一回もダメじゃん。むずいって。プレステ派だったもん。これ中間報告みんな出るもんね、夜終わればね。はい、これラストターンです。ラストターンですね。もう早く聞いてるんで2倍かかるからね。うん、違うね。よし、あ、やっと来た。こっちこっち。ほんとだよ、5分しか待ってないもんね。5分待ってね。超遅刻してる。好きな。覚えてないのやばいよ、あみちゃん。来たよ、さっき。大丈夫でしょうか、なんか変な感じ。確かに。そう、あ、何黄色いよ。行く、行こう行こう。え、あ、あやむきや。話題カードだ。それ使おう。あ、これ行こう。うん、はい。
おお。歌ったの？最後の雨を。ここよし、すごいじゃん。じゃあ告白しますか。もうこれ最後だから一旦。行く？行ってみよう。行こう。行くよ。行こう。それでは、はい。こちらくん、あゆみちゃんに告白します。なってる。行く？右手よ。調子悪いのか。三つ目。この思いもこれ。この思いは止められない。この思い。もう突っ走ろう。どうする？なんだこの選択肢。君の気持ちが知りたい。うわ。え？ほっぺ高い。私の気持ち知りたい？うん。ということで、まあ、ゲッターラブ。そうですね、初の告白となりましたけども、はい、哲也さん今どんなお気持ちですか？思ったより楽しい。確かにね、うん、ということで、はい、いちきはちょチャンネル生配信でございました。ありがとうございました。またこの日の基本毎週土曜日19時に配信をしてますので、お待ちいただければと思います。はい、また成功してたらもうちょい変わる。全然違うよね。切なかった。